はようございます皆さん、時刻は6時41分となっております。いよいよ2023年、北岳リベンジ大会バンバンバン。いや真っ白ですけどまたいやいや、もうスタートあんだけ晴れとってもね、曇るときは曇んねんから、うん、でこの北岳山荘の、ごめんなさい、広河原山荘の1階がお手洗いになっておりまして、2階が休憩室、飲食もできました、はい、で2階からも北岳登山口、まあ、直通になってるんですねこれね、便利な作りになってます。はい、そしてここからいよいよ親玉抱負抱負親玉捻挫専用に行きましょう。そうや、捻挫さえせえへんかったら2日目はもっと 楽なはずなんや。今回はね、北岳山荘に泊まれるという、去年は片野小屋だったんで、はい、朝もねちょっとあれ時間かかったんですけど、今回はいろんな意味でアドバンテージがあるかなと。行ってみよう、ま、怪我せえへんように行ってみましょう。行ってみよう、わう。ゆっくりな。ゆっくりな。はい、先ほどのバスガイドさんの話がね、本当にためになる話が多くて、雨の南アルプス、アルプス、北アルプス、中央アルプス、南アルプスとあるんですけども、雨の南アルプスと言われるのは、もうこの南アルプスは雨がとっても多いんですって。登山者にとっては危険の多い雨かもしれないけれども、ここで生を育む動植物にとっては恵みの雨だから、こう森林限界も他のアルプスに比べて高いところにあるしっていう話を聞いて、ああそうなんやと思ってね、山が生き生きしてるのもこの雨のおかげなのかなって思うと、またちょっと違ったね、はい、感じがしますね。雨か。あの林道もね、あのそこで工事するにあたって17歳の人が命を落とした話とかね、本当になんか、うわなんと通りにくい道やとしか思ってなかったけど、ガタガタするし、こんな歴史があるんやと思ったら、今こうやって無事ね車で行けることに対してバスね、ありがたいなという気持ちがすごくしました。はい、はは、興奮してます。以上です。はい、誰もおらんな。はい、時刻は7時5分、距離は 800m、 白根大域まで白根大域まで3時間だそうです。はい、はい、10時ぐらいですかね、はい、着いた途端さーっと開けたらええな。おう、
先日かなりさっきまで降ってたって感じやな。ほんまや。今日は前年度に比べてかなり登山者が少ない。前回来た時に比べて。現状。おかげでね、この涼しい中をね、マイペースで歩けてる感じが。このね、映像、いろんな人の映像を見てきたんやけど、やっぱり現地に降り立ってこの独特の涼しい風を肌で感じて、ああ、やっぱり来たんやなっていう、しみじみ感じてますね。来たんやな。来たんだな、ここにまた来れたんだな。綺麗な丸高いだ。7時31分、距離 1.4 キロ、第1列。標高は？標高は1700。涼しいね。涼しい、いい風。曇ってるけど。まあおかげで余計体力の消耗がなくてやっちゃうから。やれやれ。ドックンドック。ドックンドック言うな。綺麗な階段が。なもうそれだいぶゆっくり行ったのに、時刻は8時32分、はい、距離は 3.2 キロですね、はい、標高は2000超えたぐらいです。知らね。2000何歩ですか、2078って書いてんだけど、はい、ちょっとそんな性格ちゃうからね、はい、あ、改装中だね。前来た時はここピーカンやってたんだけど、今日ほんと涼しくて歩きやすい。お手洗いもございます、はい、それ大丈夫ですか、はい、8時49分再出発です。白根を池で水を汲んで、はい、お手洗い、仮設トイレでお借りします。ちょっと寒くなってきました、はい、今日はここからですね、前回草滑り経由で最短で登ったんですけども、ご覧のようにもうそんな焦ってもどっちみちガスってますんで、はい、右股コースっていうんですかね、はい、馬股コースですかね、ちょっとわからないですけど、30分ほど余分にかかるなだらかな方の道で登ってみたいと思います、はい、今回はヤッホーバットレス俺のセリフやがな、それ。1230メートルやって、ここ。ああ、私のだって2088やから、やっぱ誤差が出て、ね、知らねえ、おいてです、はい。雨が降ってます。はい、しとしと降ってきました。おかげで今日は登山者少ないですよね。うん。ここやね。はい、ここですね。分岐。前はこれをガーッと登ったんですけど、この二股の方ですかね。はい。行ってみたいと思います。白根小池小屋まではもうスタートしてからずっともうずっと急やって、うん、もうほんまに勤めてゆっくりじゃないとすぐ息上がってしまうような急勾配。おまけに去年からこの1年間で新しい丸太はしごがもういっぱい新設されてて、合計何個ぐらいあったやろ、あれ10個弱ぐらいは新しくできとったやろ、うん、なんで、まあ、はしごがあってもちろんありがたいんですけど、はしごを見るとうわ急やなというこのメンタル的にやられるものがねちょっとあったりもしつつで、それを過ぎて、この新しい、この通ってなかったこのコース、ほんまに登ってんのっていうぐらいのハイキング道みたいな風情でね。なあ、りゅうちゃん。ここは楽やけど、急にガーって登らなかったんちゃうんか、こんな。ここは登らなかったけどね。結局は登らなかった。こっちのコースは30分余計やねんな。うん、だからこうね、うん、緩やかに巻いていくんかなって感じだね。うん、なんちゅう花これ。うっそーんって感じやね。黄色い花が咲き乱れてます。うん、上の方にも、すごい。雨が降ってきました、はい、
の小屋まで3時間、山頂まで3時間40分。はい。八本場のコル。八本場のコル経由で行くと北岳山頂まで3時間半やって。10分しか違う。一緒ぐらいなんや。水の雫をまとった花々がすごく生き生きとしてて、ああ恵みの雨なんやなっていう感じがしますね。めっちゃ可愛いよね。北岳荘園。北岳荘ではない。真っ白です。なかなか遠いよこれ。なかなか遠い。曇ってて霧雨が降ってるから涼しくてちょうどいいかなっていう感じ。これ出ないとめっちゃピーカーやったら体力そがれるよ。まあ、結構長いです。時刻は10時41分、はい、距離は 6.2 キロ、はい、標高はちょっと当てにならないんですけど、はい、2600くらいなんですかね。やっとね、こっちから来たら草滑り、はい、合流しました。片野小屋まであと50分、北岳山頂まで1時間半、はい、標高は2747、2747だそうです。草滑りとの合流地点、とりあえずあれだね、正午までに片野小屋を目指す感じですかね。はい、行ってみましょう。遠かった。出ました。本日初めての青空。青空が見えるとやっぱテンション上がるね。ああ、11時ジャスト 6.7 キロ、はい、懐かしのこの小太郎山分岐点にやってきました、はい、今回はこの時点でもう小太郎山さえも見えません。真っ白であります。前はねこの稜線上から小太郎の尾根が見えないけどね。いやね、こんなとこでは昼間へんよ。もしかしたらさーっと晴れるかもしれません、こっから片野小山まで40分、はい、北岳までは1時間20分 1.5 キロの予定であります。はい、標高は2858メートルです。はい、あ、今日はサンセットが見れるのでしょうか。こう期待。行ってみよう。いつも真っ白来てる。前は見えとったよここから。じゃあ行ってみよう、はい。はい、前方に北岳が見えてまいりました。いや、片野小山でも意外とね、しんどいのよこれね。そうや、いくつも北岳を越えていきます。そうそうそう、なんちゃって北岳。そして、真っ白。まあ、暴風じゃないだけ真っ白、うん。きえ、まだあります。北岳
1時28分、はい、距離は 7.5 キロ、はい、坂の小屋です。いや多かったな。あ、雨結構降ってきました、ね、まさかの雨。標高は 3000メートルです、はい、ちょっと大道に行かれてないと。あ、こっち、あ、これ遠いです。これだな、これです。ラとラーメン、ラーメンです。ちょっとひっくり返したのからあんまり見せられる。1200円、両方1200円ずつ。ちょっと待って、写真撮らせていただきます。もうね、着いた途端すげえ暴風あ、札幌一番味噌ラーメン収まってるので、はい、はい、休憩した後はかなりしんどくなってました。鉛のように体と頭が重い。なんか標高のせいもあるんかもしれないけど一気になんかこう疲れが吹き出た感じですよねおなんかあったかいものを食べて休憩するとなんかこうドバーってくるねまだ終わっちゃうんかって体が言ってる感じ終わったんちゃうんかまだですね。次尾根分岐です。はい、次尾根分岐。ここから北岳山荘まであと50分。はい。前の岳まで2時間40分。はい。いや、でもね、ここから50分詰められると明日の工程が本当楽になるなと思ってね。お結構あったもんね、今北岳からもね。おう見て、この色とりどりのこうしたら花束みたいやで。岩の花束。へおいこの雫がまたね、きめ細やかくて可愛いよね。もう去年ここ通った時は爆風やったから断然今の方が快適、うん、へえ、すごいやん。そうやろ、なんか岩の花束みたいやろ。おやっぱりこの霧雨がしょっちゅう降ることでな、動ってるやな、うん、これチングルマ、うん、まだ咲いてない。こうやって咲くんや、くるくるくるなってるやん。これがふわっと開くんやで。へえ、おい、うん、はい、北岳山荘に向かっております。でもまた意外と遠い北岳からすぐやと思ったけど意外と遠いと遠い時刻は13時44分、はい、距離は 10.1 キロ、はい、スタートから7時間
2分が経過しました、はい、今日のお宿、タラケ山荘に到着しました。はい、じゃあ持ってきた。はい、待ってくる。さあ、パフパフ。ちょっとなんかね、去年のことを思い出すと感慨深いですね。1890メートル、標高2800は90メートル、3000は切ってるってことですね。楽しみですね。それでは行ってみましょう。はい、届けさせて。はい、すぐ分かりました全然切れてていいよ。お疲れ。普通に美味しい。だって夏でも気温低いから。どうですか今日は。今日ね、あのね、最初のバスガイドさんの雨の南アルプスの話を聞いてたおかげでそのおかげで精神的ダメージが少なくて済んだかなって感じがする、うん、マクロで見るこの広い世界のこの立ち位置みたいなのを感じてみたかったけど、そうではなくって足元の花々、ミクロの世界を楽しむ心の余裕もできたし、本当ガイドさん様様やったかなって感じしますね。本当は明日も晴れてほしかったけど、明日も天気ちょっと悪そうなんでねっていう、さっきの山小屋のお姉さんの一言でガーンと食らってやっぱりかーというところ。うん、しょうがないよね。また来いっちゅうことや。うん、ちょっとまたちょっと考えるわ。ここそんなにイージーなコースちゃうから結構しんどい。そんなしょっちゅう来れるようなあれじゃない。早くない、年とともに来られるようになるぞ。いやーもうそれもう、いやいやいや、もうちょっと違う世界を見せてほしいわ。ちょっと一休みやわ。鳳凰三山からでも富士山見れたらな。鳳凰三山行こう。そうや、ちょっと私映ってるじゃんこれ。もうぼーっとして持ってからに真っ白や。魔法おっさんどうやねん。しんどかったわ、相変わらず何も見えへんし。何も見えへんし、今日何が一番楽しかったや。修行や、ただ、ただ三人。でも前よりは元気そうや。そうやな、あのゆっくり行ったから。うん、そうやね、ペースもあれやったしね。ほんでやっぱり直射日光が当たってなかったのもよかったんちゃう。この間はギラギラやったからね。いや、まあ、あの食欲もあったみたいやしね、うん、まあこれで明日怪我なく降りれたら御の字ちゃう。明日の温泉楽しみにしていこう。奈良田温泉、うん、はい。おはようございます。皆さん、時刻は5時8分となっております。デイ2。天候は霧雨、若干暴風。どうしたんでしょうね、これはもう。またしても2日とも困難なんですかね。いや、時間が遅くなるにつれて晴れ予報、晴れになってくる予報ではあるんですけども、まあ、出発は残念ながらサンセットもサンライズも見れず、朝ごはんを済ませてここに立っております。親玉、今日の抱負を一言。に下山するだけ。無事西山温泉行ってお風呂入ろう。あの奈良田温泉に入れる時間までに下山できるかどうかは今日は最大のポイントであります、はい、怪我しないようにお願いしますね。もう来んぞもう、まあ、それはちょっと分からへんけどね、はい、それでは今日も元気に、はい、行ってみよう。おう、一瞬風が止んでおります。この雄大な南アルプスの姿を一目見せてくださいと山の神様にお願いしているところであります。はい、忘れないうちに北岳山荘の思い出を語っておきます、はい、更衣室は
トイレ1個分ぐらいの畳1畳あるかないかぐらいの鍵のかかる更衣室があるので着替えをすることができます。はい、お水を汲む場所も館内の水道は全部水飲めるので、あ、その水入れてくるの忘れた。まあ私用さ持ってるから、うん、そうやって館内の水を汲むことを持っていきます。はい、で、シャワーとかはないんですよね。うん、で、ご飯はすごくね、朝の鮭、めちゃくちゃサバがね、焼きサバすごいあったかくて美味しくって、うん、味噌汁も夜と朝で具が違ってました。朝の大根の甘いお味噌汁も美味しかったです、はい、切り干し大根もこの油の風味が効いてて、はい、いや町の旅館で食べてもちょっと量は少ないけど、十分ね、美味しいに朝ごはんって思うぐらいの感じの朝ごはんでした。うん、食事も良かったですね。うん、寝るとこもパーテーションがしてあって個室感が保てるようにね、大部屋でもなってました。うん、はい、リュウさんは北岳小屋、北岳山荘の思い出はどうなんでしょうね。サバが美味しかったね。サバ美味しかったね。昨日晩のホイル焼き、いや黙食やったから喋られへんかったんですけど、忘れないうちに言っときますわ。タラだと思うんですけど、バターの風味が効いてて、ほんまこんなに標高の高い 3000m 級であんな美味しいホイル焼きの魚を食べれること自体が感激ですね。はあ、はあ、息上がります。はあ、はあ、こんぐらいでしょうか。あ、トイレもね、もうぼーっとしとったら街のトイレかと思うぐらい綺麗な水洗トイレで、ジャーって流れるし、さすが雨の北岳。めっちゃ水あるやんって感じの小屋でしたね。はい、以上です。こちらから以上です。岩陰で風が来ないとちょっと一息ですね。ここでちょうど風が入れられてる感じ。太陽はここにいてます。頑張ってくれよ、もっと。この太陽がね、ちょっとあんま雫に当たる霧雨やからな、ずっと。これ光でしか見られへん綺麗な世界っていうのでもあんねんで。おお、すげえ。なんか上がってくるときに太陽の光を感じるとドキドキするもん。はぁって感じで。ドキドキ。いい加減にせよって感じだ。お、こういうのを含めての登山やから。ほら、こうかかってるやろ。ちょっと虹っぽいです。うん。虹です。あ、ちょっとこのちょっと日が差す瞬間にこの虹が、すぐ霧が来るね。来るねんか、来るねん。何言うとんねん。霧来るねん。
はでもあれやもんな、道分かりにくいもんな、こうやってやってくる前半と。もう芸術品。そう、この付き方、これで火刺したらキラキラになってね。まあ火刺さんでも綺麗やけどね。はい、本当にね、この鉱山でないと見られへん鉱山植物っていうのはね、見た目めっちゃ儚いんか。でもこの爆風に何日も耐え続けてんねんで、根がすごいしっかりしてんやろな。はい、行こうぜ。おい。もうな、全然赤。ノートリ出たで、ほら、ノートリ。ノートリって書いてある、ここ。ノートリ。もうロマンが全然ない。めったにいないサウサイン。ほんまにな。まあ、風がちょっと。何かあるんかね、こっちの側には。風が止んだだけマシやな。そうやな、暴風やった。時刻は7時45分。距離は 5.1 キロ来ただけ、南総から、はい、ノートリー小屋にやってきました、はい。本当はここから最高の富士山が見えるはずなんですが、2年連続でスモークの中って感じ。もうね。あのご飯食べてからね、3時間経過したんですけど、めちゃめちゃお腹空いてるんで、はい、ちょっとここで昼弁食べてしまいたいと思います。はい、湯気で、あ、食弁、食弁怖い。ちっさ。食弁です。じゃあ、はい、時刻は7時57分、ノートリ小屋、ちょっと休憩しまして再出発です。はい、ひっそりしてます。ノートリ小屋を出て西ノートリに向かっています。下り基調に慣れていたのでこの上りがやけにしんどいです。はい、はあ、はあって感じ。おお、はあ、しんど。やっぱりそうちゃう。それであっちから来たもんな。来ただけから来ただけ。やったー、初めてやる、この見るの。おお、万歳。イエーイ、万歳。やっほー、これか、来ただけ。アイヌだけかもかな。お前な、アイヌだけやな。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 ここは第3位だから、それはアイヌだけやな。なかなか急やで、これ。全然記憶にないけど。スターの鳥。すごい。すごい。あ、じゃああれがアイノダケやね、やっぱ。アイノダケやな。すごい。あー、小屋が。小屋が。もう一瞬、あ、おしまいやで、おしまい。すごい、あ、あっちの方にも街が見えてる。あ、すごい景色。めっちゃ綺麗、すごい。ここで撮ろうや、写真。そうやな、今のうちに。
うわ、素晴らしい。もう去年と運転のせいでこれ。来てよかった。なんかね、コンプも結構怖い。距離は 7.5 キロ、出発から4時間16分で、あっちゃで、三角点やっちゃって、ここ標高3026メーターだそうです。はい、の鳥だけ、これで白根山が制覇。そうですね、タッチもうタッチやりました。の鳥、ちょっと休憩したいと思います。本当はここが富士山です。富士山。時刻は9時33分、はい、7.5 キロ。はい、出発です。おっちに。距離は 8.7 キロ、出発から4時間53分で、この大門沢河口点まで到着しました。はい、ここから先はちょっとね、気温がどんどん高くなってくるので、はい、上着を脱いだりして準備したいと思います。はい、はい、今回は足をくじいてないので、また通り出ると思います。持ってくれよ、リック。お返し持ってくれるらしいわ。広河内だけな。うわ、激下り。そうや。去年もあんた足踏ん張られへんもんやから、もう。めっちゃ遅かった。うるさい。おお。取っとったか。こういう道って知らんかったもんやからさ。うん。結構お金びっくりやったんや。うん。
下見えへんしさ。はい、こんなとこよう2つリュック担いで降りてきたな。いやもうね、アドレナリンが出とったんや。足がしっかりしなというね。それにも増して偉かったんは、足痛いのに降りてきた俺やわ。そうやな。これ足痛なくても怖いで、これ。そうやで。ゆっくり行けよ。おお、怪我したらあかんからね。どこだっけ？え？この前来てたよ。12時8分、12.4 キロ、ちょうど7時間、大門さん、組み放題。ありがとうございます。はい、12時、12時17分、はい、再出発です。水が豊富ですね。足びしゃびしゃとも言いますね。緑やね。本当。いや、耳の詰まりも取れて、高山病のこの頭のままスポッと取れて、すがすがしい。こんだけ水が豊富やったら、よう育つんやろな。まあ。おぉ、緑やね。年中しっとりしてんやろな。おぉ、はい、たまにはアイスを振りまいてくださいよ。アイス、やっほー、うん、やっほー。いや、そんなコメントはええねん。そやな、あの去年よりもね、雨がね、ようさん降ったんやろね。足元はぐじゅぐじゅやからね、ちょっと歩きにくいね。倒木がね、一個目立つところがなくなってホッとしたんやけど、違うのが 2,3 本新たに出てくるとってね。えらい急でんな、ここ。急でんな。滑るんでちょっと降りにくいです。気をつけて降りたい。こんなとこあったっけって感じ。こういったんか。
うわ、怖っ。はい、本日最後の橋です。もうちょっとやで、はい、ダビれました。純喜さん、山道もそろそろ終わりを迎えようとしておりますが、はい、どうですか、いいんですかね。何がいいんですか。何の質問ですかね、いいんですかね。リベンジパート3は、あのね、この道ね、やっぱりね、去年の記憶も蘇りつつあってね、やっぱりしんどいんよ、結構。しんどいな。やっぱりしんどいんよ。だからすぐ、またすぐ来たいっていう気にはなかなかならんけど、うん、でも気持ちとしては来年の、あの、大門沢小屋のね、人に教えてもらったんですよ。主というか、バイトしてる人かわからんけど。あの、大体毎年ね、7月、8月は崩れやすいんですね、天気が。っていうの知らなくって、やっぱ9月、10月は秋空でもめっちゃ綺麗やでって言われて、来年の9月10月にもう一回戻ってこれたらいいなという気にはなってますね。どうなんですか。その時は来ただけピストンします。もうこんなしんどいルートは来ません。あれやろ、100キロマラソンみたいなもんやろ、体力測定やろ。これもしんどい、無理。いやいや、やるやったら私は重曹やな、白根さんが。ノートリからの富士山を見れば乞うご期待。はい、はい、あとは西山温泉の宿に向かいます。はい、はい、時刻は14時16分、はい、距離は 17.7 キロ、はい、登山と終わりました。はい、昨年涙のポイントです。泣いとったのこのおじさんやろ。今年笑ってるやん。あのね、捻挫してなくてもしんどいわ。ああ、そやね、捻挫しなくてもしんどいね。でもやっぱりね、振り返ったらすぐ後ろにリュウちゃんが必ずついてきてくれてるという安心感があったからね、今年は全然気が楽やったわ。時間も3時間ほど早いですわ。よかったね。フラやな。いや、フラ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 ですか、はい、元気そうやん。まあ、はい、まあ、ちょっとこの後晩ご飯をいただきもって部屋で部屋飲みしながらまた語りたいと思います。またお会いしましょう。はい、19.66 キロ、時刻は、14時44分ですね。はい、無事ここ八幡に到着しました、はい、あとは海老名屋のご主人が車で迎えてきてくれるのを待つだけです。、はい、一般的にはここから2キロね、奈良田までまだテクテク歩かないといけないみたいなんですけどね、うん、我々はちょっと止まるのでショートカッツ。今日の感想聞きましょうかね、この龍二さんに。しんどいわ。他なんかないんか、キレかったとか。アホ、何にも見えへんのに一瞬だけ愛の時が見れただけやん。いやふう、違うところは万歳言うとったやん。万歳言うとったね。万歳参照しとったかな。がっくしやわ。これリベンジはあるのかな。わからん、ちょっとわからん、わからん言うてますね。要検討や、要検討だすぎです。まあこれを見た視聴者の方から言ってください、今度こそ秋にって言われるよきっとね。もうやめとけ、言うやろみんな。じゃんじゃん。こんにちは。いや、お願いします。うん、ね、こっちよかったね。うん、行こうよな、ここでした。はい。いらっしゃい。あー、ふかふか絨毯。うん、わー、素敵。すごい。よう冷えてる。ごちそうです。はい、お箸。え、入れた。いただきます。いただきます。うん、はい、完食でした。めちゃめちゃどれを食べても美味しかった。うん、味付けがすっごい。龍さん、魚の骨ないじゃないですか。それ龍二さんもですよね。骨食べたんですか。まあ、鮎が美味しすぎて頭から尻尾まで全食べした。骨も食べたんですね。あ、龍ちゃんたちそうやんか。この尻尾の塩具合もまた良かったね。もうエラもなんもね。いや、鮎の骨
骨を食べ尽くすの初めてやったけど意外といけるなこれからこうしよう、ね、わざわざこんなして取る必要あれへんね。ごちそうさまでした。ジーアンヒルミタイム、お待ちかねパフパフパフ。ご無沙汰してます、1年ぶりです。なんとね、ビールを部屋に持っていきたいと言ったらサービスしてモロキーをつけてくださったという。もう晩ご飯はね、リュウちゃんどれが一番美味しかったかな。さつまいも、さつまいも、さつまいもなんかマヨネーズと砂糖で和えたって言ってはったんやけどめっちゃ美味しかったね、うん、作り方を聞いてみたんですけどね。もうちょっと下げようかな。無事に下山終了、うん、しかし今年も富士山は見えず。うん、でもね、去年と違ってね、あいの岳からね、脳取り小屋、脳取り小屋あいの岳バーッと見えた瞬間だとかね。うん、そうやな。うん、ちょっとでもその広大さを感じさせてくれる八ヶ岳方面の街もめっちゃくっきり見えたよね。うん、あ、自分はこの立ち位置にいるんやっていうことを感じさせてくれてね、ほんの一瞬ね。思い通りに行かないのが人生であり登山やからね、うん、この一瞬の喜びをねいかに噛みしめるかかな、うん、よかったよ、前回より全然よかったよ、うん、うん、林のバスガイドさんの説明もよかったしね。そもそもが今日はさ、北岳には似つかわず登山者も少なくって歩きやすかったやんか、うん、普通はもっと土日とかやったらめっちゃ北岳泊まりきられへんぐらい人がおったりとかするみたいなよな、うん、北岳だけって結構人気コースやから、もうそれもこれもこう平日こうやって行けるおかげっていうのもあるし、うん、この全ての天候はさておきな、こうやってチャレンジしてこう行って帰ってこれたということ自体にも感謝したよね。去年平日でも多かったのにな。せやな、やっぱ次の日の台風が発生してるだとか、この明日から天候が崩れるとか、うん、いろんな要素もあるんやろうけどね。まあそれでもピーク時より全然少なかったんちゃう、去年でも。雨の南アルプスです。まあ年に1回でもね、こうやって 3000m 級の山の中に景色に身を置けるっていうのはね、すごいね、幸せなことやなと思ったね。まあ運が良ければ何回かに1回はいい景色にも出会えるよ。山小屋からの夜空と朝焼け見たいよね、もう一回ね。やりたいことはさっさとやろう。またね、またね、はい、北岳山荘で買った手ぬぐいです。イエーイ、こんなマウント北岳プライス1200円なりもうめっちゃ悩んだんやけどな、うん、そんなに手ぬぐいいるんかって思ったんやけどな、うん、リュウちゃんがね、もう旅の思い出にこうたらええやんっていうのでね、うん、2人で積み立ててる旅行積み立てからね1200円出しました。毎月2人で5000円ずつで1万円ずつ積み立ててるんですよ。そんな細かいこと言わないよ別にいや、いいアドバイスやで、これは、うん、いや、時間はあってもな、あ、ちょっと今月お金厳しいな、いや、行きたいけど行かれへんなみたいなことがあったらつまらんからね、うん、もうそういう時のために毎月2人でコツコツで5000円ずつ積み立てしようっていうね、あの、そっからね、補助金としてね、たまにこうやって出すんですよ。心にゆとり、この北岳総がりのマウント北岳、これからこうやってここにこう巻いてね、歩いてる姿も紺色やからなんか可愛いよね、うん、ちょっとコーディネートのこのピュッとしたこの隠し味になるかなと。はい、手ぬぐいの紹介でした。朝から鮭の焼けるいい匂いが漂ってました。たまらんね。いただきます。はい、妙怪に、はい、終点でしたね、はい、11時18分かな、はい、美濃部駅に到着しました、はい、ちょっと今日はこのすぐ乗り込まずに余裕持ってお土産選んだり大阪食べて帰ったりしたいと思います、はい、足いててて、って感じ。私はあったかいおそば、りゅうちゃんは冷たいおそばです。うん、うん、コシの強いしっかりしたおそばになる、うん、うん、お出汁も美味しい。やっぱりおそばは食べて帰らんとね名物なんかそば、この辺そうそうそうほうとうちゃうんかほうとうもやけど、おそばも美味しい。1号車から5号車です。この電車は途中、浜松、名古屋と京都から各駅に停まります。
帰りは立地に新幹線。居酒屋列車始まりです。